報道するラジオ、今週の特集テーマは子ども食堂急増の背景です。スタジオにはゲストをお招きしております。子ども食堂ネットワーク関西代表の川辺康子さんです。川辺さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。川辺さんは、大阪市西成区で西成子ども食堂を運営していらっしゃるお立場でもあります、はい。実際に子どもたちのためにいろいろ活動する、そしてそうしたいろんな子ども食堂を関西でこうネットワークもしていこうという動きの中心にいらっしゃるのが川辺さんなんですけれども、川辺さんのね、あのお名刺さっき頂戴したら私今までもらった名刺の中で一番可愛らしいですね。ありがとうございます。いろんなのイラストの色がですね、ものすごく明るくて可愛いし、あのこれ男の子かな、ご飯と焼き魚とお味噌汁をご機嫌に食べてるイラストがあります。はい、まあ、こんな風に、まあ、子どもたちがこう子ども食堂でご機嫌にご飯を食べるという、はい、ね、あのそういう場を提供していらっしゃるわけですけど、川辺さんご自身はいつ頃からこの活動を始められたんですか？はい、2013年になりますか、ね、ということは、はい、2、3年っていうとこですよ ね、はい、すよね。あのこの2013年あたりからこの子ども食堂っていうのはこう名前が聞こえ出したのかなと思うんですけども。そうですね、でもそのやり始めた時は、はい、子ども食堂っていうのが他にあるなんていうのはもう全く知らなくて。そうか、他にできてるから私もではなく、そうですね、まず自分からやろうと思ったんですけども、ええ、後々きあのこう辿ってみると、あそこでもできてたんだ、ここでもできてたんだっていうような、はい、やっぱり時代の要請というか、うん、2013年頃に必要だって思われた方が各地にポツポツと、はい、まあ、でき始めて、うん、で今増えてきてるって聞くんですけど、まあ、どれぐらいの数にだんだんなってきてるんですか？ね、全国で300箇所以上は。でもその中には子ども食堂と名前をつけていないあのところもあったりするんですけども、目的は同じような形で、はい、あの運営されているところも含めてあの300箇所以上あると聞いてます。いや、あの、はい、やっぱり 2,3 年のうちにね、最初は、うん、自分だけかなと思ってるような、そんな状態だった存在が、うんうん、300箇所以上に同じような目的のところが増えるというのは、うん、よほどやっぱりこの 2,3 年の日本の状況が、うん、子ども食堂必要としてるとも言えますよね。そうですね、もう子どもの貧困っていう言葉が、うん、あの出たっていうのが、子どもの貧困対策の方が成立して、はい、あ、法律ができたんですよね。うん、はい、で子どもの貧困率っていうのが14年ぶりに発表されたんですね、うん、はい、で全国でも6人に1人の子どもが貧困っていうことなんですけども、私これびっくりしません？皆さん、うん、あの子どもの貧困率という数字が発表されていて、うん、これが 16% ほどなんですよね、はいはい、うん、でこれを今おっしゃったみたいに何人に1人っていうことで考えると6人に1人の割合で、うん、はい、うん、子どもの貧困が生じていると、はい、これ簡単に どういうことやねんって、あれ調べたら、いわゆる平均的な年収の半分の数値、それよりも低い、平均的年収よりも半分以下の、まあ、あの所得で、暮らしてる世帯の子供さんの率を言うんだそうですね。はい、でこれが6分の1ということで、あの先進国の中でも本当本当に悪いデータが今出てるんですよね。そうなんです。で、うん、西成子ども食堂を、はい、が開催されてる大阪市はね、うん、あの全国でもワースト2 5人に1人子どもの貧困率5人に1人、はい、はい、はあ、それが私たちの足元の大阪市の実態なんですね、うん、そういうその
率の高さ、6人に1人あるいは5人に1人っていうのは、川辺さんも実際にこの子ども食堂の活動をやりになってて感じありますか？うん、うちの地域で、だけで、とってもやっぱりそういう子どもさんっていうのは本当に、現実いているっていうのが、しんどいけれど現実かなっていうのはあります。そうなんですね。福本慎吾アナウンサーが今日は西宮に行っておりますけれども、西宮子ども食堂の様子はどんなんなんでしょうか。ちょっと詳しくいろいろ聞きたいと思います。福本さん、再びお願いします。はい、はい、こちらの西宮子ども食堂はですね、月曜日だけされているんですね、1週間に月曜だけ。はい、他の曜日は親子や地域の人との交流のためのカフェをされている場所で、そのカフェが月曜日がお休みですので、その月曜日を活用して子ども食堂をされています、ですので、この子ども食堂の中は子どもたちが楽しめるように絵本やままごとセット、パズルなども置かれている、そんなところなんですね。全部で15席20畳くらいの場所がありまして、で子どもたちが今日は美味しく豚の生姜焼きを食べてたわけなんですけどもまた言うお腹すくやん、小学3年生から高校生まで今日は13人来ていまして、やっぱり小学校の4年生か6年生くらいが多いそうです。はい、そんな子どもたちの様子、先ほどですね、今日来ていた子どもたちに感想を聞きましたのでお聞きください。はい、手を合わせましょう。いただきます。いただきます。なんか家だと私一人っ子なので寂しいですが、やっぱりみんなと遊べるっていうのはとても楽しいと思います。学校から帰るとお家の方はまだ帰ってないの？お母さんはいるのですが、やっぱりなんかみんなと楽しみたいなということで来てます。子ども食堂あるのは月曜日だよね。火曜日とか水曜日とか木曜日はどうしてるの？普通に家でご飯食べてます。でもやっぱ家族だけやからちょっと寂しいなというのはあります。お母さんがご飯作ってくれるので大体何時ぐらい？8時とか、ちょっと遅、ここより遅めなんでお腹空いてる時がたまにあります。家にお兄ちゃんと、お兄ちゃん、お姉ちゃん？お兄ちゃんは今日子ども食堂は来てるんですか？来てます。あ、そうなの。お兄ちゃんは来ないの？あ、一回来たことある。でもお兄ちゃんいなくても来ようと思ったの？どうして？ご飯が食べたいから。お家ではご飯は食べられない？え、食べる。食べるよね。いや、遊びながら食べれるから。あ、そっか。学校の宿題とか塾の宿題とか、自分でできないことを大学生の人たちが教えてもらえるし、家でもできないことを教えてもらえるので、わかんないお兄さんお姉さんはいるけど、すごく頼りになってて、頼りにしてるから、僕の食堂は毎日行きたいです。えらい人気ですね。そうですね、子どもたちに話を聞いて思ったのが、いろんなニーズがあるということですね。楽しみにしてみんな来ているのはもちろんなんですけども、ご飯が食べたいというのもありますし、宿題を教えてほしいというのもあったりするわけなんです。お母さんにも話を聞いたんですけども、仕事で少し遅くなるので、その間こちらの子ども食堂に預かってもらっているという方もいらっしゃいましたし、主婦の方でちょっと買い物に行く間こちらの子ども食堂にお世話になっているという感想をおっしゃっている方もいらっしゃいました。子ども食堂といいまして、いろんな形があるんだなというのを子どもたちの感想を聞いたんですけど、みんな楽しそうですね。そうですね、ご飯を食べて、はい、なんか遊びながらご飯を食べたいとか、ね、宿題をなんかみんなと一緒にやりたいとか、はい、遊びの場としての子ども食堂の話を子どもたちはいろいろ語ってくれてましたですね。そうですね、ご飯を食べる、ご飯自体が楽しみという方もいるし、勉強とか遊びたいという思いもあるということなんですね。
でここでですね、詳しい話をこちらの店長にお聞きしようと思います、はい、西宮子ども食堂店長の田中良太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当いろんなことを楽しみにしている子どもが来ているなと思ったんですけども、田中さんから見てどんなお子さんがよく来ていると思いますか？そうですね、本当に、今うちのスタッフが基本的にほとんどが大学生なんですけれども、その大学生との交流を楽しみにしてくれる子であったりだとか、あとはそのみんなでそのご飯を囲むっていうことに対して楽しみを感じてくれている子たちが多いのかなというふうには感じています。本当にそのいろんなタイプの子どもが楽しみにしてるよって言っていまして、でも子ども食堂のイメージとはちょっと違うなと思ったんですけども、そのあたりはどうですか？そうですね、先ほどお話があったように、子ども食堂というか今全国で300箇所以上あるっていうふうに言われていて、その中でも本当にいろんな形の子ども食堂があるなというふうには思ってるんですけども、僕たちとしては地域の居場所としても、子どもたちが放課後に普段関わらない大学生、お兄ちゃんお姉ちゃんであったりだとか、他の学校学年の子どもたちともその、新しいコミュニティを作れるっていうところも子ども食堂の一つの魅力じゃないかなというふうには思ってます。田中さん自身はどうして子ども食堂を始めようと思ったんですか？そうですね、僕中学生の頃に母親を病気で亡くしていまして、一人で部活から帰った後ご飯を一人で食べることもあったりっていう経験もあって、やっぱりみんなでとか家族とかいろんな人と食卓を囲むっていうことに対して、すごいこだわりがあったというか、そういう時間っていうのはその日の一日の話を誰かに聞いてもらいながら楽しくご飯を食べるっていう時間は本当にどんな子どもたちにとっても必要な要素だなっていうことは思っていて、それが個人的にはやりたいなと思ったきっかけです。去年12月にこちらの子ども食堂をオープンされまして、実際にご飯を食べることに困っているというお子さんには会われましたか？そうですね、中にはこの時間家誰もいなくて一人になってしまうっていう子の話も聞いてきましたし、お母さんと一緒に子ども食堂に来られて、ちょっと普段そのなかなか子どもの様子を見れないことが多いので、よかったら月曜日だけでも子どもをちょっと見てほしいっていうふうに話されるお母さんともお話をしてきたりっていうことはありました。西宮という土地もあると思うんですけども、どうして西宮で始めようと思ったんですか？そうですね、僕が生まれた時からずっと西宮で育ってきていて、そういうこともあって、でその前は西宮でこういう子ども食堂をやりたいなってことで始めてます。福本さん、はい、ちょっと教えていただいていいですか？はい、ね、今田中さんみんなで食卓を囲むということに対して、自分自身の生い立ちもありすごくこだわってきたっておっしゃったでしょ？はい、今子ども食堂にこう来ている子どもたちが、何らかの理由で家族みんなで食卓を囲むっていうことからちょっと遠ざかってしまってるっていうのは、いろんな理由があると思うんですけどね、どういうその家庭環境とかどういう理由があって、みんなで食卓を囲むことができなくなってるんですかね？田中さんいかがですか？そうですね、本当に家庭ごとにいろんな、事情があったりとはすると思うんですけども、何よりもやっぱり共働きの家庭が増えたっていう事情もあると思いますし、また昔からそういう家庭ってあったかもしれないんですけど、その例えば地域のコミュニティが少しずつ希薄化しているっていうところも理由としてはあるんじゃないかなと思っていて、近くの近所の子どもが一人でご飯を食べないといけない状況ってなっても、その近くの隣のに住んでるおじいちゃんおばあちゃんがよかったらじゃあうちでご飯食べにおいでっていうようなところが昔だったらあったっていうことはよく話では聞くところであるんですけど、そういった関係がなかなかできていないっていう地域だったりっていうのが増えてきてるのも理由の一つではないかなというふうには思ってます。そうか、だから共働きが増えると、先ほどの子どもさんの声にもありましたけど、お母さんが帰ってきて用意してくれるまでにだいぶ時間かかるんですね。そうですね、ご飯が遅かったりしてもうゆったりと喋ってる暇がないと、
そんな風景は見えてくるように思います。こちらにスタジオにはですね、西成子ども食堂の川辺靖子さんもいらしているんですが、はい、川辺さん今学生さんで田中さんね頑張って店長してはりますけど、田中さんへこういろいろ質問なり、ね、これどうですか。はじめまして田中さん。川辺です。はい。質問というか、そういう子どもさんをね、どこでこう声をかけたりしたんかなって。そうですね。まあ、僕らとしてはその、カフェの近くの、家の方にチラシを入れさせていただいたり、近くのイベントでチラシを置かせていただいたりっていうことでやってきたんですけども、まあ、基本的にはその来てくれる子どもたちであってだとかがいろんなところでこういう場所があるっていうことを、まあ、友達を伝えながら広がってきたっていう実感ですかね。ありがとうございます。口コミすごいですもんね、子供たちの。そうですね。そして勉強をこう大学生の皆さんが見てあげるとか、はい、ねえ、こういうことしていくとその子供たちってなんか変化があったりするもんですか。そうですね、まあ、何よりやっぱり子どもたちから積極的に僕たちに話しかけてくれて、今日はこんなことやろうとか、うん、まあ、最初の頃はずっと遊んでばっかりでなかなか宿題とかしたりする子って少なかったんですけど、まあまあ、勉強をしている子たちにその大学生が寄り添いながら、うん、こうまあ、いろいろ教えていったりしていく中で、あ、じゃあ自分も宿題持ってこようとか勉強教えてもらおうっていう子どもたちが増えてきたりとかもあって、そういったところではなかなかいい影響なのかなとは思ったりはします。そうですね、なんか遊びの延長で自分から始めたっていうのはすごいなと思いますが、福本さん、はい、今日そちらに伺ってこの子ども食堂の必要性というようなものをね初めて伺った福本さん、はい、どんなふうに感じました。まあ、子ども食堂というと、うん、食べることに困っているというのが一番だと思ったんですけども、まあ、もちろんその面もあると思います、うん、でもですね、お子さんは自分の家庭の事情とか、うん、そういうのをあんまり喋らないと思ったんですね。あのインタビューしましたけども、うん、はい、だからもしかしたら本当は困っている部分もあるのかもしれないし、うん、よそのお家と自分の家の事情って幼い頃って知らないと思うんですよ。そう、比較できなくて分かんないんですよね、うん、自分の家がどうなのかね。そうなんですよ、だから例えば私がさっきびっくりしたのは、うん、いつも夜ご飯が8時9時だと、うん、私からすればすごく遅いと感じたんですけど、その子にとってはいつもそうだから当たり前だと思ってるみたいですね。なるほど、はい、でそういう家庭の事情というのは子どもたちが自分で分かるチャンスもなかなかないですし、うん、分かっててもそれを言うチャンスはないと思うんですけども、うん、まあ、もしかしたらこういう子ども食堂の場で大学生に話したりとか、はい、他の友達に話したりすることで、まあ、その家庭のもしなかなか見えにくい問題というのがもしあれば分かる機会になるんじゃないかなというふうに感じました。うん、川辺さんはね、はい、この子どもたちがみんなで食卓を囲むっていう、はい、ことでどういうことをこう得ていくのか、変化していくのかどうですか。西成子ども食堂では、はい、当たり前にこう体験できることをなんか食卓を囲むことによって体験できるっていう。どんなことですか。例えば例えばですね、なんかうちの子どもたち熱いものが食べられない子がいててね、はい、熱いものに何をするんかって言ったら氷をガッと入れちゃったりするんですよ。はい、いやいや、それはふって冷ますんやでっていうのを教えてあげるっていうのを。うわ、そこですか。それを、うん、一人で食べてると熱かったら氷を入れてっていうような発想になってしまうっていう。ああ、うん、夫婦するんやで、夫婦するんやでっていうのがこうずっと一人で食べてる子どもたちにとって熱いものを冷ますのはこう氷を入れるっていうような、そんな当たり前のことってなんかこうもちろん知ってるって私たちは思うんですけど、思い込んでますけど、うん、でもそれってね経験しないとわからないんですよね。そうですね、うん、そうなんですよ。熱いものをハフハフしながら食べるっていうのもそれも見ないと経験しないとわからないっていうようなことが あるっていうか、 そういう本当にもごくごく当たり前のことが、うん、本当に経験しないと子どもたちっていうのはわからないし、そういう経験をしないで大人になった、はい、また
親たち。親になると、そうです。子供にまた母が伝えられない。伝えられないですよね。そういうことなんですね。そんなところからなんです。そしたらお箸の持ち方から、うん、フォーク、ナイフから全部もっともっと難しいことをいっぱいあって、やっと社会人ですもんね。はい、河辺さんご自身は、どうしてこの子ども食堂を始めようと、最初きっかけどんなことだったんですか？まあ、私が、始めようと思ったきっかけは、まあ、気になる男の子と出会うっていう、はい、もうところから始まる。その男の子。はい。はい。それはもう2010年に遡って、まあ、子ども食堂が始まるまでの間も、いろんな関わりの中で、本当に気になるなって、この子となんかつながりたいなと。なんで気になったんですか？もうね、後々にわかるんですけども、その子はやっぱり、まあ、ご両親と一緒に、生活をしてなくて、うん、まあ、本当に当たり前に、ごく当たり前に子供が生活をする中で、体験するっていうこともしなくて、育ってくると。両親と一緒に生活できないで、うん、違うところのお家にいたんですか？その子は、うん、まあ、同居人の女性がいてるんですけども、うん、その人は血がつながっていない方が、まあ、話せもとても長くなるんですけど、うん、そういう、まあ、生活体系というか、で育っている、はい、そういう子がいてたんですね。今でもその子は、子ども食堂にも通ってきてくれるんですけども、うんうん、その子と出会うことによって、まあ、なんとか。彼をなんとかしようって思われたのは、うん、やっぱり彼の状況良くないと、うん、その時は良くないと思われたんですか？はい、うん、一緒につながって、なんかいろんな彼の気持ちであったりっていうのを聞きたいなっていうふうに思ったのが、うん、まあ、まあ、同じ釜の飯を食べるじゃないですけど、こう、ご飯を通じてなんかつながる、手立てはないかなと思った時に、小学生の男の子。会った時は小学生じゃなかったんです。小学生の、もっとちっちゃいんですか？ちっちゃかったです。あ、そんなちっちゃい男の子で、うん、この子ほっとかれへんって感じなわけですね。うん、まあ、一言で言うたら、いろんなこと、はいはい。で、ご飯もちゃんと普通の状態では食べてないんじゃないかってお感じになって。うんで、はいはい、なんかつながるにはご飯一緒に食べることやって、うん、そこに行ったんだ。そうなんだ。はあ、それでまあ言ったらその子の、まあ、まずは一人のために、うん、で他の子のためにもって言って、うん、ご飯を作ろうと。はあ、い。でそれご飯を作ってね、うん、まあ彼に食べさせてあげる場を作りました。はい、彼はどう変化しました？変化はありましたか？変化というかね、まず拒絶されたんです。最初は、はい、なんて、俺はそんなに困ってないのにっていう形やったんです。うん、私が思う。だから子供っていうのは自分が置かれてる今の状況っていうのがね、自分では理解できないっていうところ。今の福本アナウンサーの話もありました。ね、比較できないから、うん、そうなんです。自分にとっては当たり前だと思ってるけど、うん、他から見たらあんた今大変なことになってるよと、うん、っていうのもわからない。でも、うん、そのなんかこう関係もない私が、知らんおばちゃんやね。おばちゃんが切れたら知らんおばちゃんがうちでご飯食べて。うん、なんでそんなこと言うの？一緒にご飯食べようって、うん。それはね、やっぱりなんかこう、大人を、まあ、その頃から見ると、なんか信用できる大人なんかっていうのはあったと思うんですけど、ね。そうでしょうね、うん。自分に信頼できる大人が、いつもいつもそばにいてくれない状況だったら、うんうん、この大人信頼してええんか、うん、ついていってええんやろかって、子供はものすごく、うん、やっぱりこう、緊張感に包まれますよね、うん、それでどうなりました？それからね、しばらくは来たり来んだったりっていうか、うん、そういうのが続いて、でじゃあ来る理由がいるんかなと、はい、その子に、うん、で学習支援をして勉強一緒にしようかと、一緒にやろうかと、でその帰りにご飯でも食べて帰ったらどないみたいな、そういう形で始めて、理由ができたら来てくれるようになったんですか？それもね、うちは地域の学校と連携をしているんです、実は。で、まあその先生、学校の先生の後押しもあって、子供が来るようにはなったんですけども。
ネットワークの大切さってここにもありますね。一人の大人やったら、はい、あの信頼できへんけど、うん、いや学校ともつながってくれてる先生も知ってる、学校の先生も言うし、ほな行ってもええかもしれへん、うん、はあ、で、はい、あのご勉強もする、うん、ご飯もそこで食べる、はい、食べる、そうしていくうちにどうですか。でもね、実は来るようになっても、うん、まだしばらくはやっぱり信頼できる大人になるまでは時間がかかったんです、うん、かかった、はい、半年ぐらいは。こう信頼得てね、うん、つながれたっていうのは、はい、どんなことを経た時にそういう大人を信じられなかった子供とね、うん、川辺さんつながれました。それはね、やっぱり当たり前の日常を一緒に共にっていうか、特別なことっていらないんですね。うん、今もあの田中さんが言ってたように、はい、一緒にあの子供たちとご飯を食べたり、うん、あの勉強したりっていう当たり前の、まあ、日常の中で、うん、いろんな関係性っていうのはつながっていくんかなっていうのは思ったりするんですけど。うわ、うん、そうなんだ。なんか肩書きとか、はい、身内のその血縁関係の濃さとかとまた全然違う、うん、日常の当たり前のことを普通に一緒にする、はいはい、それだけと言うたらそれだけなんやけど、これ自分がやると思ったらどんなに難しいかって思いますよね。一緒にご飯作ってご飯食べる、一緒に勉強で悩む、時にはその子の言いたいこと聞いたげな、あれでしょ、反発もするでしょ反抗されたんちゃいます。もうね、無理、却下、諦めろって、あ、言われたんですか。言われました。こういう誘うでしょ、小学生入るかどうかの子に。そうね、おばちゃん無理とか言われるんですか。いや無理、却下、諦めろって3点セットなんですよ。却下なんて難しい言葉知ってるんだ。そうなんですよ、きっと周りの大人から言われたんでしょうね、うん、却下って言葉、うん、諦めろも、うん、だからそう、子どもたちがそういうふうに大人に言う、うん、いろんな人に言うっていうのは、はい、それを自分があのいろんな大人に言われてきている言葉、それがそれだけが経験なんですよね、はい、子供にとってはそれが全ての世間ですからね、うんうん、逆に言ったら私らが作り出してる社会全体を反映した象徴的なものが、諦めろ、却下、うん、無理、無理、こんな言葉を大人の社会は彼に突きつけてたんです ね、うん、ですね、小学生入るかどうかって子に、うん、でも実は彼だけじゃなく大勢の子たちがそういうことになってるから、はい、子ども食堂というのが今急増、はい、まあ、しなければならない状況なのかもしれません、はいはい、コマーシャルを挟みまして、再び西成子ども食堂を運営していらっしゃる川辺靖子さん、そして西宮子ども食堂からの中継でお伝えいたします。報道するラジオ、今週の特集テーマ、子ども食堂急増の背景です。今日はスタジオには子ども食堂ネットワーク関西代表で大阪市西成区で西成子ども食堂を運営していらっしゃる川辺靖子さんに来ていただいております。そして中継では西宮とつないでおります、再び福本アナウンサー。はい、はい、福本さん、西宮子ども食堂から先ほどから伝えてくれてますが、この西宮の店長をしてらっしゃる学生さんの田中さん、はい、田中さんに川辺さんが今話を聞いて、あの、続婚です。ね、川辺さん。はい。あの、コマーシャルの間に私に言ってたことを言ってくださいよ。ええわーって、田中さん、もうすごいわーって言ってたんですよ。もうね、会いたいわーって。会いたいわーって言ってありました。今日の報道するラジオを通して、はい、あの、西成と西宮で子ども食堂のネットワークが、もう今、できつつあるという感じですが、福本さん。はい。リスナーの方でね、ご質問来てまして、ローマンおじいさんのご質問です。西宮子ども食堂の一人当たりの食事代はいくらにしてあるんですか。これはですね、はい、僕も驚いたんですけども、うん、1人100円です。100円、はい、ただし1日15人限定なんですけども、カウンターのところに100円を入れる箱が用意されてまして、うん、そこに子どもたちが来たらお金を入れてたんですよ。へえ。でも田中さん、この100円でどうやってやりくりしてるんですか。そうですね、
今はだいたい1食を原価300円ぐらいの値段で用意してるんですけども、まあ、インターネットとかあとはまあその店舗の方に募金箱を置いたりもしながらまあ、皆様の寄付でその差額の200円を賄いながら営業をしている形ですね。大変なことじゃないですか。場所のね、借りてはるのもあるやろうし、いろんなスタッフはまあみんなじゃあボランティアでやってらっしゃるってことですかね。そうですね。うちの、その子ども食堂を運営しているブレインヒューマニティという団体なんですけども、はい、まあ、その団体自体がほとんどが大学生でして、で、まあ、この西宮子ども食堂自体もほとんど大学生でのボランティアで運営している形です。正直言って原価300円の食事を1人100円で皆様に提供する、しんどいでしょう。そうですね。今は本当にいろんな方が子ども食堂っていうものに対して興味を持ってくださって協力をしてくださる方が本当に多くいらっしゃって、まあ、そういった皆様のご協力のおかげでやれてるなということはすごい常々感じていることです。二代目道之助さんって方は行政からの支援はあるんですかって聞いてらっしゃいますけど、どうですか。そうですね。今いろんなところで助成金の制度であったりだとか、そういった、うん、まあ、子どもたちの居場所に関するそういったものは増えてきてるなということは思います。それで十分やっていけるんですか。まあ、ほんまのことを言うて、まあまあ、僕らの場合ですと、まあ、今15食っていう、まあ、決して多くない食数なので、はい、まあ、今のところはやっていけてるなというところではあります。そうですか。こちらには西成子ども食堂を運営していらっしゃる川辺康子さんいらっしゃいますけど、川辺さんのとこは人数多いに違いました。人数多いです。何人。うち60人前後。60人。はい。子どもだけじゃなく。子どもだけです。子どもだけで60人、はい。うん、そうですね。おいくらで一食。うち無料なんです。無料。そうなんです。叫んでしまいました。無料。はい。どうやってやってはるの。これはね、本当に今も田中さんが言ってたように、はい、寄付もありますけれど、はい、私うちは独立行政法人っていう WAM の助成金をね、いただいてて、1回の運営をするのに6000円。6000円で60人食べてもらったら1人100円ですよ、うん、それではとても間に合わない。間に合いないでしょ。あとだから寄付をね、お米をいただいたり、うん、調味料をいただいたり、で、まあ、冷凍の餃子を買ってきてくれたりとか、いろいろな寄付があって、それで、まあ、まあ、生鮮食料品がね、はい、なかなかないので。生鮮食料品は、はい、それはその6000円でこうやりくりしてるというような形ですかね。はあ、うん、で最初持ち出しの時期があったとか私人に聞きましたけども。そうだ、最初の方はちょっと持ち出しでさせてもらって、まあ、自分がやりたいと思って始めたので、そういう形ではやってたんですけど、まあ、そうなるといつまでたってもうちの家計が大変になるので、もう助成金をいろんな助成金を取らせていただいたっていう形ですかね。たぬきわんわんさんっていうラジオネームの方は、はいはい、川辺さんや田中さんに敬意を表しますってお書きくださった上でね、どうやって支援したらいいか教えてくださいよって、一般の人が何かできることってありますか。ありがとうございます。もうそれはね、うちなんかはね、運営はボランティアさんの手助けもあったりするんですけども、うん、それもあるんですけど、やっぱり寄付のお願いをさせていただいてます。もう、各それぞれのね、まあ、西宮子ども食堂さんだったら西宮子ども食堂さんとか、うん、はい、まあ、うちの西成子ども食堂だったりっていうのでも、全然、受付はしてるんですけども、はい、単体の組織にもね。そうです。はい、で、今度は子ども食堂ネットワーク関西というのを立ち上げたので、ネットワークにしてありました。そうなんです。それで、うん、そういうところに寄付をいただいたりっていうのが、そうか、個別にはどこに寄付していいかわからないけれども、子ども食堂ネットワーク関西に寄付をしたら、はい、必要なとこに必要なお金が、うん、回るという、そういう考え方、はい、あ、だからネットワークが大切なんですか。大切なのかなという。
はあ、これ行政にはどんなこと求めます？行政にはね、はい、もうそれはもうこんなこと言うとあれなんですけども、うん、もうお金くださいと言いたい。やっぱりそこですよね。もうそうですね、予算を増やしてくれと、をつけてほしいというか、もう息の長い、もう本当に事業として確立していただきたいなっていうのは思っています。なんかね、子ども食堂という言葉、うん、すごく大切だって思う反面、はい、いや、なんかうちにはそんなもん必要ありませんって言い張る地域もあるんですって。そうなんですよ。これはどういう意味ですか？うちはそんな貧困の地域ではないので、うん、うちで子ども食堂っていう名前のついたのを運営してくれるなっていうような声も、うちの近所で子ども食堂をやられたら、はい、うちのあたりが貧困地帯やと思われるから嫌やめてくれと、はい、そういう地域もあったりするんですね。だからやっぱり皆さんにお願いしたいのは、子ども食堂っていうのをイコール貧困の子どもたちだけの場所ではなくて、うん、地域のなんかみんなで集まるコミュニティの場所っていうか、つながる場所っていう形でね、はい、子ども食堂っていうのを一つ捉えてもらえたら、そういううちの地域でそういうことをしてもらったら困るではなくて、まあ、子どもだけが集まるんじゃなくて、まあ、高齢者もいろんな人たちも集まれる場になれば、ご飯ちょっと食べるのしんどい、うん、あるいは居場所が今ないように感じる、うん、そんな人が世代超えてちょっと集まれる場所っていう意味にすると、うん、どこの地域も今日本必要でしょうね。必要だと思います。この考え方どうでしょう、西宮の田中さん。はい、こういう新しいイメージについてどう思います？これからの子ども食堂のあり方。はい、ですね、まあ、子どもの貧困っていう言葉だけが今すごい一人歩きしてるしなっていう思いではすごいいまして、僕がいつも気にかけてる部分といいますか、うん、その子どもの貧困の困の部分というか、その困りごとを抱えてる子どもたちっていうのが今多いんじゃないかなということは思っていまして、はい、個人の経験としても、まあ、母親を亡くして孤食であってっていう話はさせてもらったんですけど、まあ、決して家が貧しいわけでもなかったですし、うん、まあ、父親は普通に働いてましたけど、うん、で、まあ、その中でも普通に学校に行ったり、もちろん塾にも通ってましたし、うん、でもその中でも、まあ、でも僕個人としては、まあ、一人でご飯を食べるタイミングであったりだとか、こう、まあ、思ったことを言える相手がいないっていうところで、まあ、困りごとを抱えてきたっていう思いもあるので、うん、まあ、決してその子ども食堂だからといって、その貧困であったりだとかっていうことではなく、本当にそのいろんな困りごとを拾える場所として、こういう場所を使っていきたいなって、僕はそういう思いでこの子ども食堂をやってますね。なるほど。川辺さん、そうですね、はい、もし私が自分が子どもだったら、ここは貧困問題の場所やねんって言われて、おいでって言われたらちょっと辛いかも。うん、私も嫌ですわ。ねえ、はい、なんかみんなが楽しそうにしてる場所があんねん、おいでって言われて、うん、行けて、うん、いろんな、 なんか寂しさ抱えてる人がそこに行けるっていう、うん、はい、その方が行きやすいだろうなと、うん、ね、と思います。ね、うちもだから子供が子供を呼んできて、うん、へで60人、60人にまでなってしまった。週に2回、はあ、はい、60人ほどの子供たちが来てくれるので。なるほど。その子ども食堂の必要性っていうのをちょっと違う意味で捉え直すことが必要かもしれませんですね。今日はですね、西宮子ども食堂の田中店長、福本さん、はい、はい、本当にいいお話を聞かせてくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして、川辺康子さん、もう少し最後までご一緒ください。はい、報道するラジオ、今日は子ども食堂のお話でございました。子ども食堂ネットワーク関西代表の川辺康子さん。川辺さん、はい、たくさん皆さんからのご感想いただきましてね、 ありがとうございます、ラジオネーム競輪選手72番さんという方はですね、今年の夏に東京大田区の子ども食堂に行ってきたんだそうです。店長の近藤さんという方がおっしゃってた言葉、人が生活する上で最も重要なことは食、食べることだっ
ていう言葉が印象残りましたっておっしゃったんですが、川辺さんは実際活動してらして、この子どもたちと一緒に食べる、はい、あるいはお母さんたち、はい、大人の人たちも食べていく、どういう変化を感じてらっしゃいます？こう全体を通してっていう中では、うん、あれなんですけど、子供たちを食べてるだけではなくて、うん、心も育てていくというか、関わりの中で、はい、変わってきます。変わる。で、一人ぼっちで、うん、生活をしてるっていうお母さんも、はい、なんていうかな、一人じゃないっていうか、子ども食堂を通じて子どもたちと出会って地域の中で声を掛け合う、その中で、私は一人ではないって思えるようになりましたっていうね、お母さんも言ってたりするので、やっぱり食を通してさまざまな人がつながるっていうことが、子どもたちまたは大人、そこに関わる全ての人の成長をね、につながっていくんかなと。もう私の成長にもなってますし、川辺さん自身もそうですね、影響大きいですか？はい、教えてもらうことがたくさんあります。人は変われるって思いますか？変わります。変わります。はい、関わる私たちが変わると人は変わります。子供たちも変わるし、しんどいと言われているお母さんたちも変わります。それは関わってきた子供たちはお母さんに教えてもらったことです。貧困の問題として捉えるとね、はい、仕事の仕事場のきつさであるとか、労働条件の厳しさであるとか、それを私たちが今すぐ変えて差し上げることはできないかもしれないんだけど、その人の、ね、抱えてる社会的条件は変わらないかもしれないんだけど、関わってるとその人の精神状態は変わるということですね。変わります。はい、うわー、そうなんだ。でそれがまず基本が食べること。はい、そっから入るんですね。そうですね。もう本当に簡単なことなんですけどね、って思うんですけど、でもその簡単なことがなかなか難しくなっているっていうのが今の社会なのかなって、はい、そうですね、いうふうに感じます、ね。はい、簡単なことが一番難しい社会、今日よく見えてきました。子ども食堂ネットワーク関西代表、川辺靖子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。